おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。前回から第2章が始まりまして、1章の最後に亡くなったジョー君の幻影に苦しめられている状態のサラちゃんって感じですね。ではでは、ここ確か3階フロアって言ったよね。3階フロア全然まだ調べてない状態なので、じゃあ早速調べていきましょうかね。ここは調べられるところはないのかな。なさそうかな。で、移動しましょう。荒れた廊下。荒れてんね、本当に。瓦礫があちこちに散らばっている。うん。じゃあ話しかけるか、九太郎さん。サラ、お前さんもう大丈夫かじゃ。九太郎さん、よかったぜ。お前さんは強い人間だと分かってたが、もしかしたらってな。私は強くなんてないです。悪い。そうだよな、すまん。ああ、九太郎さんの新しい立ち絵がこんな形で見れるとはな。辛い目にあったな。あんなもん気にするなっていう方が無神経やけど、けどこれだけは言わせろ、お前さんは悪くねえ。フォエミーが最低なクソ人形なだけじゃき、絶対自分を責めるなよ、サラ。ありがとうございます。礼なんかいらんぜよ。俺は何もできんかった。だからカイノ、あいつの意志を成し遂げてやりたいんじゃ。九太郎、探索に戻るぜよ。出口のことでも誘拐犯のことでも何でもいい。手がかりを見つけたいんじゃ。私も頑張ります。あのゴリラ意外といいやつにゃ。そうだね、カイさんと仲が良かったんだね。ただ若干腹が減ったぜよ。私も結局何も食べていないな。そうだよね。じゃあロビーに戻って、まあ憩いの場かな。じゃあ、あら、アリスさん。ああ、私あっちの方を見てるわ。他のとこ行くとき声かけてくれよ。レコさん、そっか。おい、地動員サラ、中庭があるぞ。奇妙だと思わないか。日光に当たりたいですね。外に繋がっているのでは。外に繋がってるは考えにくいんじゃないか。日光に当たりたいですね。どうせ偽の日光だ。本物の空じゃない。それでも息苦しさを解消したいなら出ればいいんじゃないか。ちょっと話さないか、アリス。お断りだ。用があるなら一人の時に来い、シノギ刑事。あっそ。やっぱりちょっと怖い人ですね。あ、みんなで固まって行動してんだね、これね。でも中庭を調べられるわけでもないと。オッケーオッケー。では、自分の寝室行く？なんか、ジョー君の幻影が現れそうで怖いんだけどな。調べられるとこなさそうね。じゃあモニタールーム。すごいとこだな、ここ。わあ、モニターだらけだね。まるで監視室じゃねえか。かすかに何かの音が聞こえるような。モニターがどれかついている。どれだろう。このモニターからなんちゃらかんちゃらって言ってたな。これはまた罠か。え？三島先生。え？おやおや、急にどうしたことでしょう。モニターに映る男は間違いなく三島先生。おお、ナオさんじゃありませんか。映像じゃない？会話してるんですか？私と。ええ、しっかりと目を見てあなたと会話していますよ、ナオさん。
え？ AI？ ありえないです。そうだ、ありえない。だって三島先生は死んだんだ。後ろの皆さんはお友達ですか？はじめまして、三島と申します。はじめまして。あ、ナオさんのことだけは認識している三島先生ってことかな。私は三島和美、高校で国語と美術を教えています。一体これはどういうことなんだ。私たちを覚えていますか。お知り合いでしたか。はて、ああそうでした。私は思い出しました。私は三島和美の AI プログラム、人工知能です。いや、まあそうだろうな。人工知能だと。その通りです。私は三島和美本人の記憶や感情をコピーした複製品ということですね。皆さんは三島和美本人とお会いしたのではありませんか。モニターの裏に三島さんの顔写真が貼ってある。もし事実なら、ここの全て誰かの AI なのか。不思議な感覚です。ぜひ自分と会ってお話ししてみたいですね。もういないのよ。おっさんはもういないわ。なんですって。喋り方も何もかも先生です。本当に先生がここにいるみたいで。なお、死んだはずの人間の AI なら、ジョーもいるのか。サラ姉ちゃん、どうしたにゃ。気づくと私は一心不乱にモニターの裏をチェックしていた。ない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 。なんだ、私の写真が貼ってあるモニターがあるのに、ジョーの写真はどこにもない。お姉ちゃん、なんでないの。私も会いたいよ。カンナも、なぜナオさんだけが。先生。あうわー、何してるんですか。これどなたですか。新キャラですか。どちら様ですか。誰誰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 ですか。勝手に三島の AI を起動させたのは。なんかすごいおどおどしてそうな気がした。なんだ。わかった。さては、ノエルさん、あなたですね。怒るなよ。みんなは気に入ってくれたみたいだよ。後ろからの声に私たちは振り向いた。わあ、なんかぽいの来たわ。よかった。こんにちは。てめえら寝れました。お前誰にゃん。俺は着せ替え人形、整えるでーす。この回でお前らのサポートいたしますんで、よろしく。なんだこいつ、口元隠して、あれか、なんかいろんなやつで自分の口表現してるタイプの人形ね。ホエミーは？やっぱ女がいいっすか？やれやれ。ほら、こっち来なよ、ハンナキ。女子をご所望だってさ。整えるって、男の子なの？なんかスカート履いてるように見えるんだけど。違うの？私は今、あなたに怒ってるんです。こんな感じか知らねえ。わあ、一斉に喋るとキモい。キモ、ひどいです。シクシクシク。嘘、めっちゃ可愛いから早く来いよ。あら、
あー、なんかメロンソーダみたいで美味しそう。本当ですか？はや。皆様、はじめまして。私は、副フロアマスター、涙人形のハンナキーと申します。何の騒ぎぜよ。ちょうどいい。これから3階のルール説明を始めるよ。3階のルール？うん。だっててめえら、メインゲームでお互いを疑い合って多分超ギスギスでしょ。そこで、次のメインゲームまでに仲直りができる素敵な催しを考えたよ。待て、まだやるのか、メインゲームを。てめえら次第だね。あのさ、これ、この整えるさ、なんかさ、このネクタイめちゃめちゃ見覚えあるんだけどさ、これ誰のネクタイだ？三島先生のネクタイか。ジョー君のネクタイ確かあれだよね、チェックだったんだ、チェックじゃないか、なんだ、千鳥模様みたいな感じだったんだっけ。三島先生のネクタイこんなんじゃなかった？どうしたの？顔が怖いよ、千鳥サラちゃん。待って、あれ？ヘアピン、このつけてるヘアピン、ジョー君のじゃないの？ちょっと この人、この人形、いろんな人のやつ身につけてる、臭くない？これ。うわ、ちょっともうえぐいって。黙れ。ん？そんな説明の前に、それを外せ！やっぱりピンのこと言ってるよね。お前の、身につけている。それは、あ、腰に巻いてるのもカイさんのエプロンか。いや、ジョーのヘアピンじゃないか。ジョーのヘアピンじゃないか。うん。なは。この髪留め、やっぱりわかった。気持ちがいいんだよね。死者の無念が宿ってる気がしてさ。タズナ・ジョー、あの底抜けに明るいお人よしバカの無念がね。それじゃ、やっぱりそのスカートも、お姉ちゃんの。ああ！その、なんでスカートなんだろうと思ったけど、お姉ちゃんのか。カンナちゃんの。てめえらに、俺を責める資格がある？この話はおしまい。とにかくモニターの向こう側にみんな来てよ。楽しいゲームをしようよ。なぜ何も言い返せなかった？くそー。いや、返してくれよ。せめて遺品だけでもさ、サラちゃんにあげてくれよ。幻影濃度 20% のままか。ナオさんはただ一点だけを見つめている。私のオリジナルは、その、失礼しました。今はそれどころではないようですね。景品交換所？その前にこの辺も調べたいな。モニターの手前には複雑な割に簡単な機能しかない機械がある。なるほど。じゃあ行ってみよう、景品交換所。なんだこれは。誰だお前は。誰だお前は。変なヒゲ。お、なんだこいつ。まるでこちらに意を介さないように微動だにしない。それは受付人形くんだよ。ここは景品交換所。ハンナキー、あれ配ってよ。はい。全員の手に財布のようなものが手渡された。中には自分の顔が刻まれたメダル。それは一
人100枚与えられたマイメダルです。へえ、このメダルもしかしてそこに並んだ景品と交換できるのかい？正解、さすがだね。景品は3階の攻略に関するものやプロフィールなどの個人情報などなど。情報を景品にするつもりか。ただし自分のメダルでは景品と交換できません。どういうことは？他人からもらったメダルしか使えないのさ。そしてたくさんもらえばその人の個人情報をゲットできる。このメダルは信頼の証なんだ。これからてめえらにはこのメダルを売ったり買ったり奪ったり譲ったりしてもらいます。つまり信頼売買ゲームってわけ。信頼の売り買い？くだらない取引にならない。勝ったな勝ったなじゃないのよ。くだらないくだらない。また何か裏があるんだろう。いいこと思いついたぜ。誰か一人にメダルを寄せ集めて景品を取れば全員で情報共有できるぜよ。てめえらって仲いいね。まあ残念だけどそれだけじゃないんだ。これから皆様には3階のどこかにある9つのアトラクションを体験してもらい、メインゲームへの挑戦権を手に入れていただきます。アトラクションをクリアするとクリアチップがもらえるんだけど、制限時間内に10個集めないとメインゲームの前に死んじゃいまーす。そんな安心してください。ナオさん、メインゲームと違ってうまくやれば誰も死なずに済みますよ。あ、これ三島先生の真似してんだろうな。やめてください、その真似だけは。アトラクションはほとんどが2人1組で参加できます。ただし同じアトラクションを2度はできません。メダルとクリアチップ、言いたいことは見えてきたね。さあやるべきことは分かったね。アトラクションをクリアして10個のクリアチップを手に入れること、配られたマイメダルは自由に使うこと、もらったメダルしか景品と交換できないからね。ちなみにメダルは集めれば集めるほどいいよ。目玉商品もあるんだ。地上脱出券、たった先着1名だけ交換できるから早い者勝ちだよ。そんなものカウンターのどこにもないぞ。制限時間は3日間。安心してよ、食事や着替えもバッチリ準備してるし、就寝時間も用意するからぐっすり寝てね。各自の個室に罠や細工などこっちからは一切やらないから自由に使ってね。さあサブゲーム、信頼売買ゲームの開幕だよ。1日目、朝。どこまでも人をバカにしているけど、やるしかない。私はただ死ぬわけにはいかないんだ。アトラクションか、探してみる。そうだな、まあ、マイメダルがあと100個あるのか。でクリアチップが0と、でみんなも0ね。はい、でじゃあまずセーブして、まだ全然時間ありそうなので、この辺は、はい、あ、はいはい、まあ今は交換できないでしょ。各メダルを50枚ってことか。これはどういうことだ。んー、メダルの使いどころちょっと困っちゃうね。あ、間違った間違った、じゃなくて移動しようか。んー、なんか叩き割られてるけど。モニターの画面が割られている。おい、さっきまでなんともなかったよな。誰のモニターかな。どうなってるんだ。モニターの裏見ようか。剥がされてる。誰かの写真が貼ってあったはずだ。三島さん、モニターを破壊した犯人見てない？
申し訳ありません。見ていませんね。そういえば、ソウさんの姿を見てないですよね。またあいつか。何が目的なんだ、クソが。アトラクションを探すか、ソウを探すか。どうする、サラちゃん。私は。ソウ君探してもなーってとこあるからな、アトラクション探してみていいんじゃないの。どうせ多分会話してくれないよ、ソウ君。少し、あの人から離れたいです。まだ、冷静になれないから。それがいい。わかった。サラたちはアトラクションを探してくれ。私はニット帽を探す。二度と、好き勝手させねえ。無茶するなよ。すみません。私、もう少しだけ先生とお話しさせてください。ありがとうございます。いや、まあそうだわな。なかなか離れられんわな。それでね、先生。そうですか。いやー、もうこんな辛いって。三島先生。なんか、どういう気持ちで三島先生と喋ればいいのか私にはわからないよ。じゃあ、ロビーに行こうか。とりあえず全部は見たけど、荒れた廊下からもう一回見ていこうか。なんか結構いろんなとこ行けそうだ。あら、ニット帽が落ちてるわ。緑色のニット帽が落ちている。これ、ソウさんの帽子では。レコたちを呼んでくるか。ここら辺に潜んでやがるのか。おい、見てみ。右の通路と奥の通路の先に。アトラクションみたいなものが見えるにゃん。まさか、ソウさんは一人でこの先に。二人一組じゃないと入れないはずだけど。結局、誰かが行ってみるしかねえのかもな。これ結局自分が行くって言ってるやん。私が行きます。行くのか、サラ。止めても無駄そうだね。なら、どのアトラクションに行くか考えようか。誰を連れて行くのか、もう。ああ、刑事さん連れて行きたいね。もういちいちセーブしちゃいそうになってるわ。メモリーダンスゲーム。参加人数2人、報酬クリアチップ4つ、難易度とても難しい。相手の繰り出した踊りを覚え、正しい振り付けを真似するゲーム。3人の人形を倒したらゲームクリア。なるほど。で、腕相撲ゲーム。参加人数2人、報酬クリアチップ2、難易度普通。パワーが溜まった時にタイミングよく筋力ボタンを押して相手の腕を倒すゲーム。3人の人形を倒したらゲームクリア。奥は？溜め打ちゲーム。参加人数2人、クリアチップ2、難易度普通。カードを3枚ずつ選択して対戦相手と戦うカードゲーム。3人の人形を倒したらゲームクリア。なるほど。じゃあちょっと最高難易度から挑戦したいな。ああ、でもなー、普通からやってった方がいいか。これどれか一つちょっと挑戦して今日はこれで終わろうかなと思うんで。じゃあどうしようかな。簡単な腕相撲ゲームとかからやってみようか。パワーが溜まった時にタイミングよく筋力ボタンを押して相手の腕を倒すゲームとやってみよう。キュー太郎さん一緒に行こうか。おい。バーガーバーグキュー太郎。キュー太郎を操作時、抜群のパワーで攻撃が成功した時に2倍腕を倒せる。なるほどね。ついでにマイメダルも10枚交換しようぜと。ちょっと待って、他の人選んだらどうなるの。刑事さんは、刑事を、操作時、刑事の鋭い洞察力でボタンを押すタイミングが見極めやすくなる。難易度簡単。なるほど。で、アリスさんだと、ヤブサメアリス。アリスを操作時、鉄の檻のような頑固な守りで防御時のボタン連打回数を減らす。なるほど。よくわからんけども、じゃあ、キュー太郎さんかな？マイメダル10枚交換いいんじゃない？やろうか。腕が鳴るぜよ！大船に乗った気で行けばいいぜ、サラ！
おお、すごい演出。腕相撲ゲーム開幕。まずは私から。やる気十分じゃねえか。そのパワー見せてやらせよ。だー、キモい。え？腕相撲ゲームルール説明。腕力ゲージがたくさん溜まった瞬間にボタンを押しましょう。うまくいけば相手の腕を倒すことができます。最後の一撃や逆に失敗してしまった時、拳ボタンが現れますので連打しましょう。とりあえずやってみよう。味方のアイコンをタッチすることでアドバイスを聞けたりしますので頑張りましょう。九太郎さんの力借りなくても全員倒したけど、戦いに勝った。よくやったぜ。お前さんやっぱすげえぜよ。これがクリアチップか。一枚ずつ分けようぜ。オッケー。そうじゃ、約束通りメダルの交換もしようぜ。信頼の交換ってやつじゃ。はい、10枚交換。しかし、ソウさんはいませんでしたね。アトラクションはなんとなく分かったし、一度みんなと合流して、ソウさんを探すべきですかね。こうしてる間に好き勝手されてたらたまらんしな。くそ、どこにもいなかったぜ、あのニット帽の野郎。厄介な男だね。逮捕のしがいがあるよ。この際、放っておくがじゃ。サブゲームには制限時間があるんだろう。困るのは陰キャの方にゃん。ぼっちだから二人一組作れなくて、アトラクションなんかクリアできないわ。あー、でも、カンナちゃん連れ去られてんじゃねえか？大丈夫かな？うん。あの、皆さんはアトラクションの方を、私が、ソウさんを探します。カンナ？カンナはまっすぐと私の目を見た。カンナは、嫌われて当然です。でも、せめてソウさんを見張ります。信じてください。ダメだ、カンナ。一人であんな奴に近づくんじゃねえ。私の責任なんです。カンナは、ソウと手を組んでいた。いや、利用されてただけかもしれない。私も一緒に行くって言ってみる？ダメだ。私も行く。サラ。うわー、ちょっと違う。そういうことを言いたかったんじゃないのよ。カンナだけでは、またソウに利用されるだけだ。おい、そんな言い方は。信じてくれないんですか？やめなさいよ、あんたたち！誘拐犯の目論見通りギスギスしちゃってさ、バカじゃないの？あんたたちを見てると、姉妹喧嘩みたいに見えて嫌なのよ。いいから、形だけでも仲直りしなさい！気持ちなんかね、後からついてくんのよ！アリスさん、いいこと言うじゃない。仲直り？形だけでもってちょっと、鼻につくな。仲直りしよう。私は何をやってるんだろう。誰かが悪いわけでもないのに、まるでジョーが死んだ理由をカンナやソウさんに押し付けているみたいだ。私は冷静じゃなかった。私たちはみんな被害者だ。
投票を強要されて、大切な人を失った。ジョーの運命は、身代カードを引いた時から変わらなかった。カンナのせいじゃない。すまないカンナ。仲直りしてくれないか？サラさん！よく言ったぜ、サラ。それに、本当にムカつくのはあのニット帽だ。カンナも利用されてただけなんだろ？過度に責任を感じるなよ。な。違うんです。カンナは、天秤にかけたんです。天秤？カイさんは、誘拐犯側と接触があると言ってました。でも、賢者カードを引いて、犠牲に。きっと、メインゲームの内容までは、知らなかったんです。でも、ソウさんは、メインゲームの内容を、知っていました。何？メインゲームの前、ソウさんと一緒に休憩してた時です。私は、戸棚の中に一枚の光るカードを見つけました。これは、身代わり？捨てた方がいいよ。これは、その、カードの所持を誰かに知られたら死ぬ。とでも書いてあった。安心して。それはダミールールだから。え？誘拐犯はね、一人につき一枚、そのカードを配りたいみたい。とにかくそれは危ないカードなんだ。僕を信じて、それを貸して。私は、ソウさんに身代わりカードを。そしてソウさんは、平民のカードを、私に。教えてくれたんです。これから行われるメインゲームのこと。そして、生き残るための作戦を。すべてが、ソウさんの説明通りでした。だから、カンナは、カイさんよりも、ソウさんを残すべき、だと、考えました。そうだった、なんか。え、でもそしたらソウ君の手に見回りのカードが言ってたわけでしょ？じゃあソウ君は、ジョー君がそれを拾うように仕向けたってこと？どういうつもり？カンナは、ソウさんにただ利用されていたわけじゃなかった。ダミールールか、証明できないけどね。いえ、カイさんのパソコンが置いてあったあの隠し部屋で、ソウさんがナオさんに頭を殴られて気絶していた時、机の下であのカードを見つけました。何のカードだったのか見てませんが、もしあれがソウさんの身代わりカードだったら、私に存在を知られた以上死んでいなきゃおかしいです。まあ、身代わり、てか、身の、まあもう、結局さ、なんか最初私身代わりって呼んだのに、途中からずっと身の代って呼んでたけど、もうこれどっちなんだろう？身代わりカードなんかな？ちょっと、もうでも、もうね、口に慣れちゃった身の代が。ちょっとブレブレかもしれませんけど、ちょっと許してもらっていいですか？ちょっともう許してくださいとしか言えないですね。つまりダミールールは、あ、間違った。つまりダミールールは、本当なんです。いや、なんかちょっと不思議だわ。あの陰キャが殴られたのは、陰キャとそこのバケツ女が休憩する前だにゃ。ああ、順序がおかしくないかわ。バケツ女、身代わりカードを手にした順序、ソウさんが先に手にしてたんかな。あくまで
あの時覗かなかったカードが身代わりカードと仮定してだけど、まず蒼さんは隠し部屋で殴られ気絶した。その後身代わりカードと平民カードを持って休憩し、わざとカンナが発見できるように身代わりカードを置いた。それを手にしたカンナに蒼さんは平民カードと交換を持ちかけた。まるで恩を売るかのように。そんな、完全にあのニット帽がカンナを利用してたってことじゃねえか。それだけじゃないです。身代わりカードを最終的に持っていたのはジョーだった。ジョー君にわざと拾わせたかもしれないね。絶対にとっちめてやるぜ、あの野郎。どうせ自分の寝室のベッドの下とかに隠れてるんじゃないかわ。陰険な野郎にぴったりな場所だぜ。行ってみようぜ。倒れてる。これは倒れてるけど、これはちょ、でも時間もいい感じなんで、今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もう、蒼さんは次回までこのまま倒れててもらって、ちょっと、なんか、蒼くんは、その自分を生き残る、自分が生き残るために本当に必死なのかもしれないね。何か生き残りたい相当な理由でもあるんじゃないかな。なんか悪意を持ってる感じはもちろんあるんだけど、本当に、もうね、ジョー君の言葉を信じたいのよね、私は。本当は悪い人なんていねえと思うんだよっていう言葉。ちょっとね、そう君のこともちょっと信用したいんだけどな。どうかな。ってことでまた次回。おつぴよでーす。もう10時間も経ったんだな。すげえな。